えー、マスミンさんありがとうございます。株、えー、君は練習して努力家ですね。株、えー、君、住吉りおんちゃんのショートプログラムの方の曲では聴いてきましたよ。うん。ありがとうございます。ドラマチックな感じですね。またこう、住吉選手に多分この曲合ってると思いますよ。うん。それと、もう見たかもだけど、リオンちゃんの、えー、綺麗に飛べた4回転トーループの動画です。 えこれね、みなか、見てなかったですよ、僕。ありがとうございます。あの、水色の衣装を着て、音楽はなかったんですけど、4回転トーループ飛んでましたね。うん。着氷の時、ちょっと4分の1ギリギリだったので、9マークになっちゃうかもしれませんけど、でもそれでも美しく着氷してましたね。うん。あの、彼女、今季、決めることができるかどうか、えー、楽しみです。あの、それもそうなんですけど、 今期ね、あのー、さっきよりも、ちょっとイメージが変わりましたよね。うん。あのー、僕、住吉選手の過去のプログラムで、あのー、なんとかの恋人たちっていうね、曲があるんですけど、あのー、それが本当に良くて、あの、おととしのシーズン、うん、のフリースケーティング、あれだい、最近すごい好きで何回も見てるんですよ。あと、ジュニア時代のローズ、ザ・ローズも素敵で、 見えて、その時みたいな雰囲気に戻してきてるのかなっていう感じがしましたね。うん、お願いですから、安定してあのー、世界の壁を打ち破っていってほしい。選手ですね。うん、今季爆音の一人ですよ。僕は。木者家け24さんありがとうございます。陸上フィギュアのいいところ、いつでもすぐにお家で練習できる。その通りなんですよ。そこですね。で、僕みたいに社会不適合な人は？ こうおうででで練習できるって最高なんですよねだからあのね引きこもりには最高のスポーツですよ、うん、これお世辞抜きでほんとですね、うん、しかも全身運動なんで健康にもいいですしね引きこもりの人にはねこれぜひやってほしいですよ、うん、第2回開催はいつ頃にあこれねまだ考えてないんですよね、うん、いつ頃にしよっかなでもねちょっと今家を離れててあのいるんですけどあのー どううしようかなーっっっててちょっと思ってますこれね、ちょっと今後、いつするか、また発表しようかなと思うんですけどね。はい。えー、住吉リボンさん4回転トーループ、に降りてますね、ということで、うん。まあ、もしかすると9マーケついちゃうかもしれませんけど、あそこまでできればね、もうほんとすごいですね。うん。あとは試合で降りることができるかどうか。彼女は、昨シーズンずーっとね、全日本選手権から、 休むことなく4回転トーループフリーステーティング投入してきてますから、えー、今季は挑戦ではなくてもう成功をしてほしいですね例えばステッピングアウトとか惜しい感じでもいいので失敗でもいいんで惜しい感じに降り出たりとかして、えー、昨シーズンよりもいいものが見れたらいいなって思います4回転もそうですけど全部のジャンプが安定してたらいいですねうん。 でこの前、島田もーちゃんが合宿で日本女子初とお伝えしましたが、日本女子も4回転を飛ぶ選手が次々と、それも綺麗に、いや、ほですね、うん。島田選手の4回転トリプル見ましたよ、合宿のやつ。うん、あのそれも、えっ、ー、と、清美さんの後におすすめに、えー、出てきたので、見てみたら、ね、決まってましたね。うん、もう難な,なく決めてますね。ここに島田さんはトリプルアクセルが入ってくるということなんで、今季台風の目に、 なりそうな選手ですよね。うん。ギサラゲ24さん、まおちゃんのビヨンドメンバー写真が、インスタに上がっていて、全員ゴールドの衣装に身を包んでいて、ゴージャスな雰囲気だそうですよ。中でも田村ヤマトが一番かっこいいということで、他の皆様も素敵ですよ。それ以上にヤマトさんが素敵なんです。うん。大変なことになってるみたいですね。うん。 ち、えー、さやぎ23、これ2回おっしゃってますからね。山本さんが素敵、かっこいいっていうの、うんえー。最年長で体力勝負ですね。真央ちゃん、厳しいですから手抜きは許されませんよ。頑張って。イケメンだからって手抜きは許されませんよ。ということですよ。なみなみさんの昨日の、えー、興奮のコメント、嬉しかったですね。皆様、夢は見ましたでしょうかうん。ねえ、見なかった人、 えー、今日また夢を届けます、えー。昨日はあまりに興奮かける興奮で、まともなことが全く書けませんでした。カブくんのルナ編さんの興運が私たちにも届いていますね。奇跡を起こしてくれてありがとう、かぶくん。いやー、これはね、始まったばかりですよ。うん。この奇跡は始まったばかりです。一夜明け、昨日のご覧とって、 ええー、ブースのしょうまくんの心のムービーで再生をしてみるとすごく目が綺麗だったなと思います。ああ、なるほどなるほど。心のムービー、もう焼きついてるということで目が綺麗だったということですね。心底ピュアな方でなければ持てない目の輝きがありました。でもなんかずっとゲームばかりやってるから、あのー、結構目は悪くなってるんじゃないかなっていうのあったと思うんですけど 違うところですね。もう心の底からピュアじゃないと。うん、その、ね、心の底が反映されているということですよね。100%純でき、純でかな、えー、住んでいる目です。本当に心の美しい方なんですよ、きっと。えー、僕もそれ思ってますね。素の正真君はあんな感じなんだなと思いながらも、 ファンの私は完全にあの目に射抜かれましたね、うん。たった2秒見つめられただけでもドキュンズキュンですね。うん、あの2秒あ、ちょっとこの2秒はもう神の2秒って言ってもいいんじゃないかなというふうに僕は思いますね。うん、羽生選手でも神の5秒ってあるんですけど、宇野くんのこの神の2秒。うん、今日のキーワードにしてもいいですね。うん、きっとファンでない方でも、 心を持っていかれることを間違い出してあの、今日、あの、多分タイトルで、宇野くん、神の2秒にすると思いますね。はい。そして、陸の上の菅生馬くんは、私的にはやっぱりかっこよさより可愛さがざん断然勝っておりました。やっぱりそうでしたか。セクシーの背の字もありませんでしたね。ああ、なるほど、なるほど。なるほど。あの、なんていうのかな。 想像してる通りですね。しかし、表情の、特にグラビティのシ馬ーマ君は、完全にい可愛さは封印です。大人のかっこよさと色気、そしてちょい悪な雰囲気を醸したし、私たちを魅了します。だからすごい、氷に乗った瞬間、も自信に満ち溢れて、もうほんと氷に乗っても友,だ友達なんでしょうね。まるで安入な雰囲気で、お酒を飲みながら、口説かれてるみたいです。 完全に目がハートのファンの目線ですが、このまま試合でも審査員をくどいてほしいですね。うん。くどいていってほしいですえ。曲の感じから関係をつけるのってすっごく難しいと思うんですが、あの、それはさすが翔馬くんです。グラビティっていうところで、あの、空気をつかんでますよね。なんかね、何か見えるんですよ。今回のプログラム。 僕ね、このグラビティ、宇野くんのグラビティ見てると、何かを見えるんですよね。宇野選手以外の何かが。うん。それと一緒に演技しているような感じはするんですよ。途切れることなく氷の上でギターを奏でるような粘り気のあるスケーティング。スピンも技術的なことは難しくてわかりませんが、どうやら私が見た夕方のムでは、レベル4が取れるまでに持ってきたという情報があり、あ、そうなんですね。なるほど。ってことは結構、 あの難しい、その、なんだ、フリース系の中でも、どうやって工夫してレベル4を取っていけばいいのかっていうことを、それこそ日々精進していると、そしてジャンプも最初、ダブルフリップに抜けてしまって、その後4回転トーループの後え通常ならトリプルアクセルに行くだろうなと思っていたところ、しっかり4回転フリップを決めるなど、アスリート魂を感じますね。これね、昨日コメントいただいて、 あの4回転フリップに変えたんだなって思い、すごいなと思いましたね、うん。ここはやっぱりこう、4回転フリップをこう、なんだ、えー、ダブルフリップのままにして,し,て、えー、しておきたくなかったんでしょうね、うん。4回転ドーループ、4回転フリップはバッチリ近くで見られて、感服です、えー。クリムキンイーグルもこっちに向かって迫ってくる感じで、キャー状態でした。うん 迫りくるクリームですね一方、○○の窓は大丈夫でしたよ。まあ、そこにもちょっと目が行ってしまうという、ねうん。あの話題,話題が出てから演技中の翔馬くんの窓が気になりだして、これもやばいですね。うん、どこ見てんのよって感じですけど、最後の4回転フリップ、嬉しかったけど、翔馬くんのトリプルアクセルは、 大好物なので、それが見られないのはちょっと残念と思っていたところ、来ま,ましたよ。フィナーレでトリプルアクセルの幅、高さ、ブラボーです。そして、その後、えー、SEQ で再びトリプルアクセルと思ったら、シングルアクセルに抜けちゃって、昇馬君がっかり肩を落としていました。なんかその選手は本当あの、ミスのままに終わらせたくないっていうタイプですね。うんま、結構、アスリートの皆さん多いとは思うんですけど、 ね、ちょっとシングルアクセルに抜けちゃったというところで、宇野選手のトリプルアクセル、幅と降りた後のシャープさすごいですよね。うん。エッジでさーっとね。うん。もう本当鋭いとあの鋭さ多分、ステファンに習ってからより出てきたかなって思いますね。もうトリプルアクセル、武器ですからね、今ね。多分昨シーズンはトリプルアクセルでミスったってほとんどなかったんじゃないかなっていうぐらいの成功率の高さ誇ってましたね。うん。今季は4回転ループとか、 さっきの後半の方安定したんでどうすんのかなプロペラーっていうところまあショートで入れる可能性はあるんですけどでもショートはジャンプの難易度上げるよりも振り付けの部分が魅力的なんでそこを重視していくんでしょうかねうん、えー、最初のトリプルアクセルであれだけの幅を飛んでいるのでやっぱりリンクの狭さのため仕方ないのかなと照明も暗かったりお客さんの、えー、ペンライトもあって実は え選手の皆さん、思っている以上に、えっと、ジャンプは難しいのかなと思いました。また、どうやら氷の状態も悪いらしく、整備の方が頻繁に直していたり、危ないところには印のペンダントを置いたりしてます。へー、なるほど。そういう感じなんですね。えー、結構あの、暑さで、なんか氷がよく,あのよくなかったりっていう感じでしょうかね。 本格シーズン前なんで、で怪我だけけは気をつけて欲しいですね。えー、結構か水浸しになっちゃったりもあるのかな。オープニングとフィナーレの翔馬くんは、可愛さがかっこよさを上回っていました。グンプもちょっとずれることもあったけど、えー、体の動きはやっぱり美しくうまいと思ってしまいます、えー。皆さんの中でも盛り上がっている友野選手のプロ、おそらくエキシビション、あ、やっぱりあれエキシビションですよね。ショートにしてはちょっと、あの、 あれかなと思っていたんで、エキシビションなんですけど、まさにエンターテイナー、友野和樹、ここにありって感じでしたよ。いや友野選手ね、覚醒してきてますよね。もう遠慮なく買っていってほしい。衣装もなんか、羽生選手の、えー、リベイに似ているという感じでしたというところですね。うん。で、えっと、友野選手に、もう、しっかりエン,ターテエンターテインしていただきました。 うんまあ、彼今回、あのー、マスカラとかもすごいですよね。湯町は確かに振り付けがかっこいい。今までの湯町にはない動きで心境地ですね。あの湯町結構筋肉ついてませんかで、ね、衣装の感じもなんかすごい下半身の筋肉の作り方もがよく浮き出てて。 また違った湯町になってますね。ただジャンプがちょっとね、おっしゃる通りで、まだハマっていなかったりしましたが、試合に向けて上げてくるでしょうから心配ないでしょうね。そうですね。鍵山選手はもう昨日も話しましたけど、スロースターターで前半の方結構、あの、あのたまにね、音楽を変えたりするっていうこともあるんですよ。それくらい、あの、何て言うんでしょうか、あの、結構試し打ちをすることが多いですね。鍵山さんはね。 うん、ただ全日本とか後半とかになってくるとかなり調子を上げてくるんで前半と後半ではもう全くえ違いますよねで一番超肝心な世界選手権とかオリンピックとかで、ね、かなりいい演技するんですよね、うん、だからまあ多分だけどいつもの狩山君なら心配はいらないかなっていうところあるかもしれませんねうんあと曲もあまり良くなかったら途中で曲を変えるっていうこともしてくるんですよねだから あのそういったところが、えー、鍵山さんの選手のね、あの、みあのなんだ、シーズンの過ごし方というかね、うん、作戦なのかなとは思いますけどもね。衣装はグレーと黒で、なんかちょっと夢を食べる、えー、夢を食べる動物、えー、バグみたいと思ってしまいました。カム君が、皆さんきっと今日は夢見ますよっておっしゃったから、余計にそう思うのかなうん、あのね、多分昨日動画を撮ってる時点で、 もう皆さん、夢の途中にいましたから、ちょっとあの僕、出遅れてしまったんですけど、今日ね、今日は多分今、お昼ぐらいになっていると思うんですけど、まあ、お昼であったりとか、今夜で、ね、寝るときね、ぜひね、夢を見ていただければなと思いますので、この動画でパワーを送りたいと思いますね、僕はね。きっと、いい夢見ますよ。うん。えー、あ、ちなみに、超本人の私も夢見てしまいました。 ブースに現れた翔馬くんを呆然と立ち尽くして見つめていると、翔馬、写真撮ってあげればという声が。うん。で、ね、写真撮ってほ、うん、しかったです。デミさんかなと思い、その声の方を向くと、なんとそれは、羽生選手、えっと思い、さらに拘束している私の手から羽生選手がスマホを取り、翔馬くんとの写真を撮ってくれました。すいません、今ょ神回ですね。うん。 これだけでも十分なのにする、十分なのに。すると、翔馬くんが、じゃあ次はゆずくんと言って、今度は翔馬くんが私のスマホを撮ってえ、羽生選手と私の写真を撮ってくれました。もうキャーが無限大ですよ。こんなことが現実に起きたら失神するし、フィギュア界のファンの皆さんも敵に回すと思いますが、夢だから許してください。いや、これね、デジャブになるかもしれませんよ。なみなみさん。うん。 今からちょっと覚悟をしておいた方がいいかもしれないですね。デジャブかもしれません。うん、あデジャブじゃないか。えっと、マサユメかな、うん、それにしても、嬉しいことがあると報告できるこの株舞伎テレビの存在は、本当にありがたいですね。だから、これからも楽しい話題で盛り上がる場であることを願います、うん。そして私もこれからもフィギュアスケートの神様に愛されるように、清く正しく、宇野選手はもちろん、すべての選手をリス,クリスペクトして、 応援していきたいです。ということでまたまた長くなってしまい失礼しました。いやこういうねことっていうのはね感謝とかそういう気持ちを常に持ってるとここねやっぱ訪れることだと僕は思うんですよね。うん。なのでそういうオーラも僕もたくさん発信していきたいと思いますので、はい。波波あみわ様こんにちは。 昨夜はまさかのビッグなキラキラ体験談ありがとうございました。うん、これは皆さんうらやましいなと思っているんじゃないかなと思っていたんですけど、イメージまでまたまたうらやましい。私は残念ながら疲れていたのか何も夢がなかった。うーん、ということで、ちょい寂しいでした。ぜひ今日の夜にでも。また、あの後、メイ様が今朝、 17日日曜日の翔馬くんのお父様や、神山くんのお父様を見たことあるとはコメントしました。よかった。あ、わかっオッ OK です。今日もプリンスある,あるから、また楽しみですね。ということですね。うん、ちょっと皆さん、これまたね。うん、でも、こういうことって狙、狙っちゃうと、期待をしちゃうとあの、逆に現れないんですよね。逆に期待をしてないと、えってなって、うん、急に来るので、ちょっと難しいですよね。うん なみなみさんです、えー、並々様夢でまた、あ、夢でまで会えるなんて、しかも、羽生選手までも、なみなみどんだけ神様に愛されてるんですか、よほど得があるお方なんですよ。えー、翔馬くんのトリプルアクセルのか、好物のなみなみ私もドス、うん私もドス,ドスウェイっていうのは、これは、あの、関西弁でしょうかね、ドスウェイっていうのは、京,京都弁とかでしょうかね。4回転フリップ、 見れたのに贅沢ですよね。翔馬くんの目で殺す技も私、やられたいみや、やられたいな。ザアイス c のコラントってブースで、うろうろ挙動不審なものがいたら私ですということですね。うん、ということみたいですよ、皆様。友野君くん、今季はやりそうですね。僕もそんな感じしますよ。友野君くん、やってほしいな、本当に。うに、ん。 もういい加減、いい加減、覚醒してほしいなと。去年からもう覚醒してるんですよね。グランプリシリーズでも。うん、結構いい演技をしたりとかして、ショートでかなりいい演技で、フリーも、あの、世界選手権もね、フリーは見せちゃったけど、ショートは100点超えですからね。うん、いい演技して100点超えですからね。うん、だからできれば、ショート、フリー揃えて、遠慮なく行ってほしいですね。周りによっては、本当宇野選手、鍵山選手を超えていけるぐらいの実力があると。 感じるので、あのー、本当にその自信を持って遠慮なく勝っていくっていうことが必要ですね。う,ん、ゆうまくんの衣装、えー、バ,バクトな、私的には今までより衣装らしいと思いましたが、なるほど、そうも見えるということでね。うん、はい。なみなみさんもう一緒です。伝統すみません。えっとね。 プリンスアイスワールドのフォトタイムが終了し、えー、最後に選手はゆっくりと一周してくれるのですが、この時は写真は撮らず、えー、選手へのお手振りに集中しました。お手振りですね、に集中しました。すると結構選手がこっちを見てくれるんです。なるほど、ね、目合いましたかね。えっと、席も昨日は最前列をと、取れたので、小さい声で呼んでも気づいてくれて、湯町も刑事さんも、友の選手も、 そしてもちろん、翔野くんも、えー、気づいてくれて、目線もくれて手を振ってくれました。ああ、よかったですね。嬉しいことが連続して起きてますね。あの、宇野選手っていうと結構なんか遠くのお客さんに向けて手を振ったりするらしいんですけど、今回は結構近いあの席の方にもね、手を振ってくださったという感じでしょうかね。写真はいつも、えー、やっぱり手が震えてうまくいかないんで、えー、これからもこの手で行こうかなと思います。 またこれは別のところでもちょっと他のファンの方にも聞いたんですが、選手の演技が終わるとバナータオルも振りたいけど拍手もしたい。でも手は2本しかなくいつも迷います。あー、なるほど。確かに。確かに確かに。何かいい方法がないですからね。確かに手は2本しかないですからね。うん。どうしようっていう感じですね。うん。なんか体につけたりとかすること、 体に,体につけて手は振るっていう感じ難しいなこれは、うんえー、ちなみに昨日私は最後のお手振りタイムではバナータオルはたすき掛けのように肩から掛け両手は一生懸命くりましたああこれ一番いいんじゃないでしょうかね僕今想像したんですけどそれが一番いい気はしますよね昔のアイドルの親衛隊のように頭に名前を えー、名前書きを書いたバンダナを巻いたりして、それはさすがにおかしいです。ああ、ちょっとね、これはね、うん、なんだろう、あのー、熱心すぎちゃうと逆にこう、これ選手は引いちゃうっていうこともあるんですよね。逆に、あのー、何もしないで手を振る方、振るだけの方が、インパクト残る可能性はあるので、ね、うん、こう熱心すぎちゃうと逆に近すぎるとかってなっちゃって、選手もちょっと、あの、 疲れちゃうことももあるかもしれないのでむしろあの,しあのシンプルの方がいいかもしれませんね。意外と。うん。なんとなくですけどね。うん。まあちょっとわかりませんけどもね。はい。えー、そういう感じです。今日、皆様に夢を届けたいと。えー、素敵な波動を届けます僕か。はい。